ニセドミトリー2世ニセドミトリー2世は、ロシア帝国の動乱時代にイヴァン4世への罰師、ドミトリー王子を戦勝した二人目の人物、トゥシノを本拠としたことから、トゥシノの悪党と呼ばれた。ニセドミトリー1世が1606年5月に殺された後、殺されたはずのニセドミトリー1世が、奇跡的に助かったとされる噂が流布する中でロシアとポーランドの国境に現れ、 モスクワへ進軍した。モスクワの占領には失敗するものの1608年夏から1610年春までの間モスクワ近郊のトゥシノに本営を構え勢力を保った。しかし、彼を支援していたポーランド国王に見限られ、根拠地トゥシノから逃亡し、逃亡の途上に仲間によって殺された。偽ドミトリー2世は、本物のドミトリーイバノビチの聖母であるマリアナガヤより、 本物と認められ、ニセドミトリー一世の制裁だったマリナムニシフブナと結婚して子供を設けた。子供は小悪党と呼ばれてコサックに擁立されたが、1614年にミハイルロマノフによって処刑された。ありがとうございます。